ティアラチャンネル。ピクニックのプリクラ行って、ピクニックちょっと、はい、アリサです。今回はジャンモン市に来たので、お店の中を見ていきたいと思います。レッツゴー。回っていきます。お待ちの方どうぞ。お待ちの方どうぞ。これね、小物のピースみたいに編み編みがある。2点でよろしいですか。ありがとうございます。ジャンパンバターの1つ1点で1個6分以上に1個5,566円です。うわー、すごい、めっちゃしっとりしてます。あとね、ピーチのいい香り。値段がなんと8,000円。で、小さいのは5,000円。3,000円。あ、いちごもありますよ。かわいい。あ、食べてる。めっちゃちっちゃいやつだ。あ、めっちゃちっちゃい香り。あのハイチュウのイチゴみたいな感じ。バナナとかも、チョコバナナもあります。これは2,000円です。うん、めっちゃ気持ちいい。朝鮮半端です。これね、持ってるよ。で、これ、これね、青色めっちゃ可愛い。バナナ。これは、ピーナッツ。向こうにもね、オレンジみたいなやつ。ほら、これ。柔らかい。めっちゃ気持ちいいよ。あとね、座ってるところがめっちゃ可愛い。ここはヤンパンケーキです。これね、猫ちゃんのパンケーキ。かわいい、気持ちよさそうですよ。で、ここはクラウドベアって言って、めっちゃ、あとね、クマの上に乗ってるベア、クマがいて、とってもかわいいです。あ、今日食パンじゃん。前、あれだし、これはピーチだ。かわいい。次はパンコーナーです。これはケーキです。ストロベリーチーズケーキ。どうした、今までにない感覚。めっちゃ気持ちいい。手形押せるね、これ。気持ちいい。あとはレインボーとかもあります。おっ、めっちゃ柔らかいよ。じゃあ、あとはノーマルのチーズケーキがあります。めっちゃ気持ちいいね。チーズケーキの香りがしますよ。ほら、あとね、猫のパン、ミケパンもあります。なんかパンの、本物のパンみたい。めっちゃ可愛い。あと、クランプは、まあ、でもこれね、食パンで、え、本物じゃない？めっちゃもちもちだよ。あの、水分量が多い食パンみたいな。あとめっちゃいい香りがします。ちーちゃん待ってよ。おすすめちーちゃん。あとこれ牛乳浸し感じ。めっちゃね、ほら、浸されてる感じ。黒目もある。めっちゃ気持ちいい。これかわいいよ。これはね、ボクシーフォックスっていうの。かわいい。これキツネかな。
ゴール。これ昔のかな？いや、昔じゃない。今もある。金の延べ棒かな？金。9999。すごい。あとほらゴールドのミニ。これね、ほら。すごくない？めっちゃ気持ち、ほら。親指の手形が取れる。で、こっちが大きい。おお、ほら、ほら、すごい。ついに入ることになったスクイズプールに入っていきます。あったな。次こちらシナバルです。2000円お預かりいたします。ありがとうございます。はい、ということで今回はモーシュさんのお店をご紹介しました。私福岡に住んでるんですけど、なかなか東京行けませんよね。そんな子のためにじゃん、モーシュさんのスクイーズをプレゼントしています。詳しい応募方法は概要欄からチェックしてね。バイバーイ。